こんにちは、皆様。いかがでしたか？なんかこの前の、演奏とかパフォーマンスとかどうでしたか？楽しかったですか？今日はちょっと特別な日なんですけど、なんか私たちが、山形の在日インドネシア音楽祭協会という PI 山形、アンプロンという伝統的な楽器、インドネシアの伝統的な楽器をご紹介したいと思います。でもその前は、ちょっと少しみんなに自己紹介したいと思います。はい、どうぞ。として今日はちょっとみんなに演奏をしたいと思います。はい。次は次のイケメン、これがギプタっていう歌手です。私たちの歌手です。すごく声が綺麗です。どうぞ後で来てもらっても嬉しいです。左から、黄色い服、ちなみになんかこの女性方が着ている服はインドネシアの伝統的な服です。名前はコバヤっていう伝統的な服。昔はなんかジョワ人とかジョワ人の文化の影響でこういう服が今ありますよ。これは今スートラ、ニア、アンガラ、アンダラ、ヨサ、メガネかけている方は、何ですか？イラン、すみません、忘れちゃったです。エパです。エパ、ピナス、ガルー、あとはサンギさんです。ちょっときれい女性は美人ですね。これはカロリンです。カロリン。アンプロンは西ジャワ地方で発展した伝統的な楽器です。基本的に他の楽器と、演奏の方が異なり、揺らしたり振動振動を与えると綺麗な音が出ます。ちょっと一旦どういう音とか聞いてもらってもいいですか？広がっています。歴史によるとアンプロンはさまざまなイベントやお祝いなど、特に祝日祭りの時に演奏します。その時デイスリをお呼びするためにアンプロンを演奏しました。デイスリは、豊作を祝福し地域に繁栄をもたらす豊穣の女神として描かれています。なんかその前に、なんかアンコンは、揺らしたりすることだから、ちょっと皆さんが、揺らしても
寄らせてもらってもいいですか？誰か、あと寄らせたい方いらっしゃいますか？じゃあどうぞお願いします。みんなどうぞ、なんかちょっと一旦、あ、いいよ、どうぞ、はい。 Please come to the stage。 なんか誰がみんな、なんか揺らしたいっていう方いらっしゃいますでしょうか？あ、はい、どうぞ。あ、どうぞ。はい、こちらに、お願いします。じゃあ、一旦やってみてください。はい、誰かやりましょう。やらせたい、やらせたい、やらせたい、いました。はい、はい、どうぞ、無事に、なんか、やってもらって嬉しいです。はい、そう、踊り方は、なんか、強く揺らして、なんか音が出ます。じゃあ、パレードさん、お願いします。持ち方もとか、なんか特別な持ち方があります。左手は上の方に取って、なんか、右手は、はい、下。差し指が、強く揺らしても大丈夫ですよ。はい、強く、はい、はい、こういう感じです。いかがでしょうか？はい、あとは皆さんが、素敵な歌演奏します。じゃあ、ありがとうございました。はい、じゃあ続いて、アンコンはもともとスンダゴから来て、アンコン、アンコン、あるいはリズムに合わせて動くという意味です。そして、クロンの意味は楽器の音色です。アンコンはメロディを作るために集団で演奏されます。アンコンはアウトドンという黒い化け、またはアウトマンという乾燥すると、クリームイエローになるのが特徴的な竹から作ります。アンコンの作り方は大きさの異なる2、4本の竹筒を集めと理由ヤシカのする染色物で縛って組み立てます。今日は心の友、ちなみになんか皆さんがご存知ですか？心の友という記憶難しいですか？じゃあ、心の友っていうインドネシアでも有名な日本の曲です。じゃあ、どうぞ、お楽しみください。
人はなぜ過ぎた日を幸せ Thank you.